ぽんちゃん。ぽんちゃん。たこ焼きまんじゅうの上に乗るぽんちゃんです。ぽんちゃん、これあのお菓子なんですけど。どうもありがとうございます。美味しくいただいておりますが、ぽんちゃんに今邪魔されています。ぽんちゃん、潰れちゃうよぽんちゃん。ぽんちゃん、ぽんちゃん、ちょっと高いところがあるとすぐ上半身乗せるのね、ぽんちゃんね。パンちゃん、パンちゃん、もうだいぶ、暑くなって久しいわけですが、このカーペットですね、スポンジ入りの、ふかふかしたカーペット、パネル式のやつ、これだと暑いということでですね、それこそいつ買ったんでしたっけっていうぐらいのこれですね。この中に、はい、あ、重っ、結構重い、よいしょ、竹のラグです、これが家には用意されていました。これを今日さっと引いてしまおうということでございます。はい、中身を取り出しました。この、竹床って書いてあるね。これですね、よいしょ、さあ行きに行くよ。はい、竹のラグ敷き終えました。やっぱり乗ってみるとちょっとひんやりしていますね。この下にカーペットがあるので少しこう柔らかい感じはあるんですけれども、おおむねいいと思います。ただちょっとですね、新品のせいなのか酸っぱい匂いがするんですよね。これあの猫にとって、辛いものじゃなきゃいいなと思うんですけれども、まあ匂いはそのうち取れるでしょう、きっとね、敷いておけば。なぜ酸っぱいのかは、考えないようにしておきます。はい、ポンちゃんは真っ黒でよく見えません。そしてジャン君も似たり寄ったりかな、寝てるね。竹のラグを敷くにあたり掃除機がガンガン鳴っていましたので、2匹ともここに避難しています。このまま病院に連れて行きたいぐらいですね。これ閉めちゃえば病院行けるよ君たち。そろそろ行かなきゃいけないっていう話をしているところなんですけどね。よいしょ。はい、夏の風物詩、あ、見えないかな、セミです。めっちゃ近くで鳴いとると思ったらそこ、はい、かかっちゃった。そこにいました。はい、ジャン君。いかね、ジャン君。まだね。床についてのコメントは特にないようです。全く気にかけておりません。ごめんね、ジャン君。まだ完全じゃなくてさ、あれ？何かが違うなとは思ってるようですね。そうですね。ジャン君。ちょっときれいにできてね。ごめんね。ん、なんかほら、なんかツルツルしてないした。はい、はい、みやっていいとこに来ました。ジャックが出ていくと必ず追いかけてくるのがポンちゃんです。ポンちゃんです。ポンちゃん、みやポンちゃん、ジャックン、まだね、ちゃんとお片付け済んでなくても便利じゃん、うん、なんか、可愛い人がいるらしいんですけど、めっちゃ可愛いどこでしょうか。はい、発見しました。
このしっかりしたキャットタワーの杉にゃんの上でこんな風に仲良く寝ています。